スマレジチャンネル。今回はスマレジと弥生シリーズとの連携についてお話しいたします。スマレジはデータがリアルタイムに反映するし、売上分析もできて確かに便利。でもそれは取引データであって会計データじゃないんだよな。確定申告のためには会計データが必要だから、一度スマレジから CSV をダウンロードして会計ソフトのフォーマットに合わせてアップロードして、あれ、ああちゃんとできなかった。ああもう仕方ない、全部手入力だと。お困りの経営者の皆様、朗報です。今お使いのスマレジが、弥生株式会社が提供する弥生スマートコネクトを通じて会計確定申告ソフト弥生シリーズと連携することができます。突然弥生スマートコネクトと言われても難しいと思いますので、簡単にご説明いたしますと、スマレジに入力した店舗の取引データを弥生シリーズに取り込むことによって、取引データが自動で変換仕分けされ会計データに変わります。つまりこれまでお客様自身が行っていた会計データへの入力し直しの手間がボタン一つで省略でき、それが弥生スマートコネクトなのです。ではスマレジと弥生スマートコネクトの連携設定を行ってみましょう。まずはスマレジの管理画面をご覧ください。右上にある設定、歯車のアイコンをクリックします。メニューが表示されるので、その一番下、システム連携をクリック。さらに表示されたメニューから弥生シリーズ連携をクリックしてください。すると画面が弥生シリーズとの連携画面に切り替わります。ご一読していただき、画面左下の弥生シリーズと連携するをクリックしましょう。別のタブ、もしくはウィンドウが開き、弥生シリーズのログイン画面が表示されます。弥生で設定しているメールアドレスとパスワードを入力し、ログインをクリック。すると連携の確認画面に切り替わりますので、表示されている注意事項を必ずお読みいただき、同意される方のみ同意の上連携するをクリックしてください。画面が自動的にスマレジの管理画面に戻り、登録しましたと表示されましたら連携設定が完了します。設定ができたら、スマレジの取引データを弥生シリーズに取り込みましょう。方法は簡単です。スマレジの管理画面の取引履歴をクリックします。表示されたメニューの中から弥生シリーズと連携をクリック。取り込みたい期間および検索オプションで送信するデータを指定します。検索結果が一覧として表示されますので、ここで一度間違いがないか確認しましょう。確認できましたら、画面左下の検索結果を弥生に送信するをクリックしてください。送信されるデータの確認画面が表示されますので、最後にもう一度内容を確認します。間違いがなければ、画面左下の取引データを送信するをクリック。すると画面に送信結果が表示されて、データの送信が完了します。スマレジでの操作は以上となります。データの反映についてはスマレジで確認することはできませんので、弥生シリーズの画面で確認してみましょう。このようにデータが反映されています。あとは弥生シリーズの機能でスマレジのデータを活用してください。以上、スマレジと弥生シリーズの連携についてお話しいたしました。